チムです。リンです。チームリンです。やってまいりました。ワークマンプラス。ワークマンプラス。ここは辻堂。辻堂店にやってきました。今日は撮影の許可もいただけたので、うん、普段キャンプとかするのでちょっと服とか買いたいよね、うん、そうだね。ここ初めて来るんだけど、うん、なんかプラスの方が洋服が揃ってるらしい。なんかちょっと普通のワークマンとちょっとなんか種類が違うので、うん、今日それを見に行きたいと思います。何か欲しくある？なんだろうな。裏着とサロペット欲しい。私は靴買いたいから、うん、それを調達していきたいと思います。はい、行きます。グローブ99円だよ。グローブ99円ぐらい。今日キャンプのやつで買いに行きたいんで靴とかが欲しいの。これキャンプ用？あ、これとかじゃない？これとかいいじゃん。いい、あ、結構いいじゃん。これ防水かな。これ1900円だって。軽い？軽い。待って待って、靴は。でも安いね。めっちゃ安いよ。これめっちゃ良くない？男女兼用だって。履いてみようか。うち M だ。これ M。 それ M。 どう？履きやすい。履きやすい。雨でも大丈夫。あった M。 めっちゃいいけどこれさ M でかい気もする。ちょっとこれゆるいわ。 あれじゃない、なんか靴下さ、厚手のもの靴下、そういうこと。履いた方がいいかも。この辺のが可愛いんちゃう。これ防水？防水っしょ。2900円。防水ではなさ。こっちのが絶対防水だよ。うちさカーキのほうがさ S だわ。S で全然いける。これの方が多分いいよ。これ防水じゃないけど断熱って書いてある。でもこっちの方が可愛い。私はこっちの方が好き。こっち買います。え、待った、私これがいい。私カーキの M にする。一回悩むわ。これいいの？これ24.5。どう？可愛いじゃん。これ良くない？うん、履いてみて。どう？もうなんか普通じゃない？普通。なんかさ、普段着れるけどなんか普通じゃない。こういうのは？こういうハイカット。これ2900円。可愛い。どう？普段使いする？え？キャンプすぎる。逆にキャンプすぎる。私キャンプの服買いに来たんだけど。でもなんかこういうのが可愛いんだよな。絶対さっきの茶色いのがいいと思う。めっちゃ薄いやん。サイズなかったんだ、うん、すごい。これが可愛い。私もこれ欲しいかも。ちょっと迷う。このブーツのやつとこれめっちゃ迷う。1900円と2900円。次はこれなんだ。あれじゃない？あー、レインコートみたいなみたいなやつじゃない？可愛いじゃん。これ L サイズ普通。普通でいいじゃん。ダメなの？普通でいい。1500円だって。安。これ L サイズで1500円。でも安い。こういうの可愛いよ。え、1900円だよ。フリース。これ可愛い。でもこれさ燃えないかな。燃えそうだけど可愛い。可愛い。1900円です。めっちゃ安い。どう？なんかでも寒そう。でもね、ここには何もついてないから寒い。どう？でもなんかあんまりしっくり着てない。こっちの方が可愛いんじゃない？見て。え、こっちの方が可愛い。これとか。なんかおばあちゃんみたいな。何欲しいの？上着？上着欲しいの。あとサロペットあったんです。見て、キャンプ。これは？可愛い。それ。え、これすごい。え、これめっちゃ可愛い。ここ外したらベストになるんだって。うん。で、サイズいくつ？LL。これ可愛くない？これいいじゃん。これ4000円。これさ燃えないやつじゃない？水をはじきやすい。汚れがつきにくい。なんか焚き火飛ぶとなんていうの、はい、飛んでくるとさ燃えちゃって穴開いちゃうから。これ4500円です。どう？これ私これ欲しい。あり欲しい。これピンクないのかな。確かにピンクだったらよかった。私が欲しい。え、どう？これ紫だから私のカラーの。え、でも私が先に見つけたじゃんこれ。じゃあ違うわね。いや、私の方が絶対似合う。じゃあ買うのそれ。やっぱり欲しい。これ聞いてみればありますか？え、な、同じ色ってこと？だってしょうがない。いや、そしたら私色変える。え、じゃあ私カーキにしようかな。だって違う違う、今着てるつなぎがさカーキじゃん。で、茶色じゃん。あー、そうだ、ね、あ、そっか。そう、そもそもでも紫と違う。私カーキのあれに合わないかもしれないから紫はどうですか？どうですか？サイズはこれ L、 これ LL の黒にします。私これ欲しいです。あ、これ
これかわいい、ね、2500円。これかわいいね。これが欲しい。すごそう。あ、これか。綺麗な色がいいと思う。どっちもかわいいよ。どっちがいいと思う。カーキこれ2500円。うん、欲しいんじゃない。安い。買う？カーキの方を買いたい。うちさ、このブラウン買ったらいい感じ。うん、いい感じ。これ L がいいの。L ってでかいのかな。それ何？これ L。これ下になんかボタンついて閉められるんだ。ここに付いてるやつで。タイルビッグ。10歳の娘。またこの間みたいに目がきつかったらどうする？それこの前 S じゃん。カーキ可愛い。私これいい。え、待って、カーキ買うつもり？私カーキにしたいの。どっちがいい？どっちがいいと思う？でも今の髪色的にそっちの方がいい気がする。どっちがいいと思う？質感的に見て。カーキ。私にどっちが似合ってるかって話。ブラウン。いやでもブラウンでもいいんじゃない？ちなみにいけるけどね。ブラウンし。じゃあカーキあげる。ちょっとこうやってもらっていい？気分に交換しよう。ああそういうこと？これ M、これ M。私これ買っちゃおう。いいじゃん。また。つなぎ欲しかったんだもんね。絶対さっきのよりだったらこっちの方がいい。嘘。絶対。それか、それかこの辺。さっきのって何？ファーついてたやつ。いいんじゃない？いいよ。いいか。下次第。それだよ。いいんじゃない？それとだったら合うと思う。え、どうしようかな。どうしようかな。こういうのは違う？いいじゃない？色違えばいいじゃん。色は何でも似合う。これ LL にしてる。持ってなかったこれ。なんか持ってる気がする。カーキ持ってる。持ってる。でいらないじゃん。どう思う？寒さはあると思う。ダウン流。そうだよね。なんか流な気がする。ここ？リュック。なんかスポーツな感じする。ランニングとか。うん。どうしよう。何買うの？どうしよう。上着がない。これさ、フード取れるやん。取れる。取ってみよう。これベストもできるし。パーも取れるし、フードも取れるし、邪魔取れる。全部取れるじゃん。万能だよね。めっちゃアレンジ効くと思う、ね、ベストもできるしね。けど自分で私はこれいいと思うけど、これさ撮ってみたい。あ、いいじゃん。え、いくないこれ。ベストは可愛いけどさ、なんかつけたらなんか、うん、これいい気がするから私黒買おうかな。それかこの色、さらか茶色だから茶色だよ、ね、黒かカーキ。じゃあ黒にする。じゃあ買わないの。うん、普通迷っちゃうの。私決められないの。すぐにしよう。茶色のやつにしようか。あとね、500円で手袋あったからめっちゃ良さそうだった。買ってみました。あとサロペ。色違いで。色違いで。買いました。